えー、いつも応援してます。失礼な質問かもしれませんが、もうどんどんしてください。失礼な質問でも何でもいいです。執行猶予中の海外の規制などはなかったですかえっ、ー、とね、これ、マジですると、マジで言うと、えー、執行猶予、まあ僕今、執行猶予ついてて、来年9月に切れるんですけど、えーと、執行猶予中って海外に行けないじゃないかとか言う、なんかアンチみたいなのいるんですけど、それでバカで、行けるんですよ、えー。何が執行猶予中だと行けなできないかっていうと、パスポートの申請ができにくいです。 できにくいっていうのは、ですね執行猶予中の人がパスポート取ろうとすると、確かね、半年なんですよ、有効期限が。半年だから1年かな、確か半年ですね、半年の有効期限しかない、仮パスポートのみたいなのしかもらえないんですよ。 で国によっては有効期限が半年以上ないと余ってないと入れないとかいろんな制限があるんで、あとね、その執行猶予中の人のパスポートって色が違ったりするらしいんですよね。僕もらったことないんで分かんないんですけど、僕はちょっと後で説明するんですけどもらったことないんで分かんないんですけど、色が違うんで、えー、と分かっちゃうらしいんですよ、執行猶予だこいつみたいな。だから国によっては入れないみたいな。で僕はでも国税にいろいろ、本当にいろいろやられたときに、このまあ、僕はね、誤解をそれぞれ言うと。 当時は僕は本当に、まあ、本当悪気はなかったっていうのは、まあ、ずっと言ってることなんでこれ一貫して言ってることなんですけど、まあ、僕の中ではそれ答えなんですよ。でもやっぱ国はそれが駄目だってことでいろいろあったわけなんですけど、まあ、国税にこれだけ狙われて、まあ、国家権力にこうやられようとしてるからおそらく自分がいくら何を言っても絶対なんか苦労にされんだろうなみたいな漠然とした不安感っていうか漠然としたなんか、えー、予測みたいなのがあって、えー、どうせそうなるんだったら。 えっとその捕まったりとかね、その裁判が始まる前に、今国税に疑われてる段階の時に、パスポート延長しとこうと思って、延長したんですよ。だから僕、10年のパスポートがあるんで、別に執行猶予中でもどこでも行きます。 はい、皮肉なことにそれを知ってる人はしこいようになる前にパスポート取っちゃえば別に10年間はどこでも行き放題なわけですよなくしたら終わりですよなくしたら終わりですでもそれを知らないでしこ,しこいようになってあ海外行こうかな俺みたいな人がパスポート取ったらなんかその仮パスポートみたいになるんで目もうショメ当たられないみたいなだから僕はそれを知ってたんでやっといてよかったです